僕らが大会でいつもやらせてもらってるチャージポイントです。上から見るとよーくわかるように、ちゃんとあそこのリーフでみんなが集まってあそこに来る波を乗るって感じなんですよ。そうですね、まあ早いんで朝は、もう息子の K です。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。お邪魔して、彼は試合がもう少しであるんで、ハンティントンにそこの会場に練習に今日は行きます。まあ波が結構小さいけど、あ、見れるんですね。そうです、ライブカメラで、ね、オンタイムで、はい。最近は便利なんで見れるんですよ、自分の行くところが。今日は僕たちが行くところはこんな感じの波です。これが僕らが行くところです。本当はね、一緒にローワーズ行きたいんですけど、やっぱ試合が近いんで、やっぱ試合会場で練習しないといけないんで、はい、はい、そんな感じです。はい、ドーナツがあるんで、ドーナツを、朝からどう作る？朝食べるんじゃないの、ドーナツって。これ食べてばいいじゃん、ベーコン。これ食べて、あいうえおかきくけこ大丈夫ですか。はい、小林正樹です。職業はサーファーです。よろしくお願いします。どうしたの？おはよう。静岡県の静岡市で僕は生まれました。で、静岡っていうとやっぱお茶とみかんと自然がある町で、とても海もあって、うちから自転車で海まで20分ぐらいで行けて、そこで僕サーフィンを始めたんですね。そこの地元の名前が安倍川って言って、安倍川餅ってご存知ですか？あの安倍川餅の安倍川なんですけど、そこの河口でサーフィンを始めたのが中学生の時なんです。あの生涯お世話になってるジャックっていう、サーフショップがあって、しずなみに、そこの星さんっていうオーナーの方にお世話になって、僕はサーフィンの手ほどきを受けて今に至っています。僕の大恩人ですね、その人が。それで自転車で、サーフボード持って学校行くふりして海に行っちゃうんですよねそれでサーフィンしてましたね、中学の時に。では行きますか。もうコーヒーが僕大好きで、今回も飲むんですよね。はい本当に好きなんですよ、コーヒーがね。では、これがチャーリーで僕の相棒です。これがクーパーでお兄ちゃんです。二人ともすげえ仲良しですね。チャーさん、カメラの方向いてくださいよ。
いいじゃあさ、本当はね、ワンコたち連れてきたいんですけどね、海はダメなんですよね、残念なことに。お、そこに入りました、ありました。よいしょ。東京の学校に行ってたんですけど、でやっぱサーフィンもしてて、でその時自分バンドもやってたんですね。ドラムやってて、それで自分の、周りはみんな音楽家だったんですよ。ドラムで有名なスタジオミュージシャンの人の坊やをちょっとやってて、それでその坊やをやったんですけど、東京のレベルの高さにびっくりして、もう本当にうまいんですよ。で僕は静岡からドラムやって、で、まあ、それも楽しいなと思ってたんですけど、で結局自分のそのレベルを知って、でどうなんですかね、やっぱミュージシャンっていうその職業の大変さも、その棒やローディングでだいぶ教わって、それでじゃあやっぱサーフィン楽しいなっていう感じで、僕はサーフィンの方にどん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 移行してって、でいつも毎回気がついたらもうドラムはやってなくて、18、やっぱ一番楽しい頃ですよね、周りと一緒にもう海しかないみたいな感じになって、サーフィンの方にもうどんどんのめり込んでったって感じですよね。はい。湘南にウェットスーツ屋の会社があったんですね。そこに働いてみないかって言われて、それでそこの会社の名前がビクトリーウェットスーツって言って、まあ、日本では老舗なウェットスーツだったんですけど、まあ、そこで働かせてもらって、アメリカに支社を出すっていう話が会社の中で出て、で行きたいやついるかみたいな感じで言われて、いやカリフォルニア僕行きたいですって言って、でその時に手を挙げて、その時の社長がじゃあお前行っておいでって言ってくれて、それで来たのが、ハンティントンビーチだったんです。1983年の12月ですね。自分の中でもサーフィンがメインなんで、その関連した職業でなんかできたらいいなっていうのはあったんで、そのインダストリーに入ってやってました。それが僕のカリフォルニアのスタートです。サンクラメンテは自然がまだまだたくさん残ってるんですよ。この後ろの風景とか、これだけの自然が残ってるっていうのはなかなか素晴らしいことで、毎朝これを見ながら僕海に行けるんで、とても幸せなんです。はい、本当に幸せです。はい。英語は日本で習った英語しかなかったんで、それを頼りにやってきました。でももうアメリカの会社に最初から入っちゃったんで、日本の経営だったんですけどアメリカの会社だったんで、もう英語喋るしかないし、もう辞書片手にやりましたね。そこはアメリカはもうサーフィン大国なんですよ。でもう子供から大人までみんなサーフィンしてるし、僕が最初にお世話になったところももうみんなサーフボードを持ってるんですよね、家にあって、でみんな歩いてそこからサーフィン、ハンティントンのビーチに行って、もうサーフィンが根付いてるんですよね。もう
生活の中に。だからそういうのを実感して、あ、やっぱカリフォルニアすごいなと思いましたね、僕は。初めて来た時は、やっぱ広さにびっくりしましたね。今日のいい波です。さあ行きましょう、レッツゴー。マホームです。毎日使ってます。調子いいんですよ。見てください、あれ。90年ぐらいに知り合って、それで子供、長男が生まれたのが92年に生まれて、それで長男の名前が翔って言うんですけど、でそこから家族になって、で今次男の K が生まれたのがその6年後ですか。はい。まあ普通にそこからファミリーになって、家族でサーフィンするようになったって感じですかね。はい。現代サーフィンの一番新しいタイプの板ですね。EPS という素材でできてます、これは。ロストというサーフボードです。毎日来てるんで、最高の友達たちです。で、エントリーはここから入るんですね。楽しくて、ここが。カリフォルニアでも一番いいぐらいの波だと思うんですよね、僕ここ。本当に。ハンティントンに住んでたんですけど、やっぱりトラッセルでサーフィンして、それでもうトラッセルがもう好きになっちゃって、それで、ああ、もう僕トラッセルに住みますみたいな感じでこっちに引っ越してきたんです。それが84年ですか。はい。もうそこからサンクラメンテの生活が僕の中で始まって、そこからずっと僕のライフはトラッセルです。
最近サーファーで流行ってるのがゴミを3つ持ち帰ろうっていう話をみんな世界中のサーファーがやってて、それをみんなが実行してやってるんで、このゴミとかそういうのを3つ拾って持って帰るっていうことですよね。これを見てるみんながそういう風にやってくれたら僕はとても嬉しいです。3つでいいんですよ、1日。そうしたらゴミがどん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 減るから、それをみんながやることによってビーチがクリーンになるので、そういうことって大事だと思います。 Hello everybody, I'm here. My name is Michiko Lependo. This is my good friend Masaki Kobayashi. This guy is a happy man, spreads good vibes in the water. Everybody loves him. Kei Kobayashi's out there right now. Those Kobayashis, they're good surfers. What about your son, Griffin Carapinto? Oh, dude, the boy. He is the best. He is the best in the town. So, we're having fun. Everyone says hello to Masaki because he has a lot of love in his heart. And he has good energy. And he's a really good surfer. There's my brother. My brother from another my country. Best friend. So, every day we have fun out here. Life's great. Woo. Right? Yeah. Hey, Camille. America はパッションとか大好きだっていう気持ちとかをオープンして、これ好きだから僕毎日やるよって言っても、おおやれよ頑張れよってみんながこうプッシュしてくれて盛り上がってくれて、だからすごくサーフィンライフがやりやすい国なんです、僕としては。それを好きでずっとやってると周りが認めてくれるんですよね。やってることに対しても他のみんながリスペクトしてくれるから、自分が普通にリスペクトしたことが倍になって返ってくるんですよ、自分の中で。そのことが僕の好きな、アメリカが好きな理由でもあるんだと思います。僕はやっぱり日本で生まれたわけですね。それで僕の子供時代っていうのは日本にあって、静岡が僕の、バックグラウンドなわけです。だからそこで生活してきた友達、家族、その人たちと離れるのがやっぱ僕の中で一番きつかったですね。アメリカにいて。やっぱみんなそれは体験してると思うんですよ。日本にいてアメリカに来て、何がやっぱ一番寂しいかって家族に会えないこと。それであと友達にもすぐ会えない、やっぱそこがアメリカにいてやっぱ一番辛い部分なんです。僕のオフィスはもうここでやって、波乗りして、それで1日のそうですね3時間から4時間はもうここにいて、オフィスでいろんなことをやって、こう電話でいじりながらやったりとかしてるんで、もう本当にここが僕のオフィスになってるんですよね。実はインターネットで世界中に連絡も取るし、便利な世の中になりました。はい。We say goodbye to the king. And see you not tomorrow. Oh yeah, tomorrow morning. Good. Yeah, yeah, yeah. I have a talkie. I'll see you tomorrow. Yeah. Bye. なんかちょっと人減ってきてる。早めで行こうかな。うん、いいんじゃない？正解だと思う。この大会33回になるんですね。で毎年1年に1回やらせてもらって、で僕が始めさせてもらったのが多分6回大会ぐらいだと思うんですよね。それで僕は出るだけだったんです。それまでは別にビーチにパーミットを取るわけでもない、集まってやってたんですよ。で自分はもうその前からもうトラッセルに住んでて、でここのチャーチポイントをでできたらいいなって思い始めて、それが僕の始まりですね。
ここがサウナになってます。それでこう中に入って、この広いカリフォルニアで会おうと思ってる友達にもやっぱそう何回も会えるわけじゃないんですよね。じゃあ1年に1回会うチャンスを作れないかなっていうのが一番最初のその大会の趣旨だったんですよ。みんな年1回会おうよみたいな。でそれで大会をやってサーフィン同士が親睦を深めていく。サーフィン大会でみんなに会ったら楽しいよねみたいな感じになって、それがこの大会の趣旨なんですね。許されるならこのまま僕はサンクラメンテに住んで友達たちと一緒にトラッセルでまあ90歳ぐらいまでサーフィンして、このまま生涯現役で行きたいです。はい。